アルハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区のヘルスフェルトイコールローテ軍に属す町村である。この町は、カッセルの南東約 35km、ローテンブルクアンデアフルダの北西わずか数 km に位置している。クニュル山地及びシュテルチンガー山地のフルダ側の両岸に広がっている。この山地にある高さ 549m のアルハイマー山が、 正名の由来である。この町は以下の地区で構成されている。町の人口は約5300人で、このうち2500人以上が10地区中最大地区で、アルハイムの経済中心であるハエネバッハに住んでいる。アルハイムは、北はモルシェン及び出版ゲンベルク、東はローテンブルクアンデアフルダ、南はルートビヒスアウ、西はクニュルバルトと境を接している。この町は、 市町村再編に伴って、バウムバッハ、エルトペンハウゼン、ハイネバッハ、ヘルガースハウゼン、リヒャーローで、ニーダーエーレンバッハ、ニーダーグーで、オーバーエレンバッハ、オーバーグーで、シュターケルスハウゼンが1972年8月1日に合併して成立した。2016年の選挙以降、この町の議会は23議席で構成されている。 2002年10月20日の町長選挙で現職のゲオルク・リュトケは52.1%の票を獲得して町長に再選された。リュトケは2008年及び2014年の選挙でも再選されている。この町の最大地区であるハイネバッハは1971年にザンドホーフェン二族スプレ地区と姉妹関係を結んだアルハイマー等テーマを定めた。 遊歩道が整備されている。建築士学習、体験路、水の体験路、文化史遊歩道は特筆に値する。ハイネバッハ地区の周囲には、以下の自転車道がある、人気のハイキングの目的地となっているのが、シュテルツィンガー山地のアルハイマー山に立つ、アルハイマー島である。ベボケルングススタンド AM31.122019 デアヘシュッシュミニスターデイナーン、ゴゼッツツアンドジャドラングデアランドクレイスハースフェルド、ウントローゼンバーグホーム11、ジュリセン9 7 2ゴゼッツ、ウントバードトナングスブラッドフュアダズラントヘーセン、217、1。 h t t p s t a r w e b h e s s e n d d e c a s h g v b l 1 9 7 2 0 0 0 1 7 7 p d f ページコール3 2 0 1 8年8月25日」。閲覧。スタタスティシャス・バンディゼムット、エド、ヒスターシャス・ジェメインデバース・シュニス・フィワダイ、ブンディス・レブ・ブレイク・ドイッチュランド、ナ・モンス、グレンズ。 ウントシュラッセルトナマーナンドランガンバイゲメンデン。クレイソンウント、レイジルウングズベザーキンホム27、5、1970ビス31、12、1982、シュトットガルト、マインツ、コールハマー、ピアニッシモ、407、ISBN978 から3から17から003263から、7ハット ABC、ヒスターシャスオーツレクシカンアルハイム。 ナギソヘッセン。2018年8月25日、閲覧。コミューニルワラン2016インヘッセン。エンドガルティッチスアーガブニツデアジェミンボル AM6MRZ2016632001 アルハイム。ヘッシュシャス・スタタスティシャス・ランディゼムット。2018年8月25日、閲覧。ダードワランインアルハイム。 ヘッシュシャススタタスティシャスランディゼムット、2018年8月25日、閲覧、フルダドエグアール1、2018年8月10日、閲覧、ヘッシュシャファウンラトエグアール5ノーデセンルートエダー、フルドエラ、outdooractive.com、2018年8月25日、閲覧、ラドニッツドイッチュランド d ルート9 2018年8月10日閲覧、ありがとうございます。